秋大橋は、広島県広島市の大田川に架かる自動車、専用橋梁を、大田川中流域に架かるアーチ橋であり、下流側にトラス構造の速道橋を併設している。現在の橋は1968年3月に完成したもの。全国に存在する一般的なニール先道瀬橋の先駆けとなった橋である。管理は市が行う。 広島県道152号府中義温泉筋の橋で、南詰めの交差点が、広島県道37号広島三次線との交点になる。下流側に、国道54号義温新橋が、上流側に、中国自動車道大田川橋がある。この地区のランドマーク的な扱いである。この両岸の河川敷には、ゴルフ場がある。初代の秋大橋は1952年。 当時秋郡、戸坂村から、朝郡祇園町に向かって、木製吊り橋として竣行したものである。位置は、現在の橋の上流側で、戸坂専属の門口交差点の少し下流側から、対岸の祇園の河川敷を結ぶものであった。この時代は両岸及び河川敷に田畑が広がっていた。後、大田川河川改修工事及び、県道府中祇園線整備に伴い新しく、 かけ直されることが決定し、その中で地域のランドマークとして、景観性が考えられるようになり、国内では、初となる本格的なニール戦郷としてかけられることに、決定した。1968年3月、現在の秋大橋が開通した。当初は、歩車道ともに共用していたが、1978年3月、下流側に歩道橋が併設され、 自動車専用橋となった。2013年、二本橋でコンクリート片が落下し倉庫の屋根を破損した、ため市内の橋の緊急点検を行った結果、秋大橋でもコンクリート片落下が見つかった。今後補修設計に入り工事が行われる予定である。ありがとうございます。